夢で会いましょうは、1962年9月15日に、東方系で公開された日本映画である。カラー、東方スコープ、東京映画作品。キャッチコピーは、七色のライト浴びてスパークする魅力の歌声。富士テレビ系列の森永スパークショーで人気者になった、中尾美恵を主演にし、中尾演じる、主人公が糸井川から上京して、歌手になるまでを描いた。 ミュージカル仕立てのサクセスストーリー。中尾と同じ渡辺プロ所属のザ・ピーナッツや花はじめと、クレイジー・キャッツや田辺康夫らが共演する。本編冒頭、いつこが同級生に見送られて旅立った、大糸線、平岩駅・伊藤井川の笹倉旅館の次女で、高校生の川辺いつ子は、可愛いが男勝りなのがたまに傷今日もラブレターの件で、同級生と共に、ラグビー部員と、 大喧嘩し、母で旅館の女将、ミサコに散々叱られる。すっかりぶーたれたいつ子は投稿のふりをして、同級生に見送られ、東京、銀座で芸能プロダクション、川辺プロダクションを経営している姉、美希を慕って上京した。東京に来たいつ子は、そこで山岡八郎という青年と出会い、仲良くなるが山岡が泥棒ということは知らなかった。そして、いつ子は、 川辺プロへ、母から家出を知らされたミキは、いつこを郷里に帰そうとするが、いつこは帰らない。だが、ミキの恋人で、ジャズ評論家の増村光一の口添えもあって、ミキの家に下宿を許した。そこには、ザピーナッツなどといったスターの卵も下宿していた。だが、歌手志望のいつこは、来る日も来る日も、勉強の毎日、歌手の練習もさせてもらえない。 いい加減うんざりしたいつこに山岡は喫茶店でジャズのど自慢があるからやってみないかと誘う。だがそののど自慢は川辺プロではなく商売的の勝田プロダクションが主催している。いつこは躊躇するがスターになるならどこだって同じとのど自慢に宮城マリという偽名で挑戦し見事合格して勝田プロと契約同プロの歌手ケリーマスダとも仲良くなった。 やがて、宮城真理子とイ子は、人気歌手に。一方、毎日毎日練習つけで嫌気がさした中井と、星野は、ケリーとイ子が仲良くなっているのを見て、勝田プロへ移籍する。大喜びの勝田社長は、川辺プロの小塚工業課長を利用して、ザ・ピーナッツを引き抜いた。川辺プロは、大ピンチ。やがてジャズ喫茶で歌うようになったイ子は、密かに恋してた増村が姉。 ミキと抱き合っているのを目撃し、ショック、ステージをすっぽかして、山岡のスポーツカーで、ドライブに行く。だが、山岡は、無免許、車は盗品、さらにスピード違反により、警察に捕まってしまう。スキャンダルを起こしたいつこは、勝田プロを解雇される。すっかり意気承知するいつこだが、ラーメン屋台のジンベイに転分を認められたいつこは、クレイジーキャッツと共に修行し、 川辺プロへ復帰、さらにピーナッツも一問題あったものの、川辺プロへ復帰した。その上、いつこが好きになったケリーは、川辺プロに席した。かくして、いつことザ・ピーナッツ復帰記,記念の大フェスティバルコンサートが大劇場の舞台で華々しく開催、その様子を見ていた山岡は刑事にご用となり、心を残しながら去った。コンサート会場として使われた。 東京文化会館現在は、東方から DVD が発売されている。箱根山、ありがとうございます。